はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第129回でございます。で、今回テーマが気持ちの切り替え方と。で、サブテーマ、下が前期に2度落ちた男、もう1個が参考書が出ますと。最後告知ね。そう、俺の告知だから、まあ、よかったらね、ちょっとそこも聞いてほしいですけど、まあメインは気持ちの切り替え方だと。で、まあこの時期ですね、まあ時期ものというか、私立入試とか、まあ前期とかが終わったり、まあね、入試がちょこちょこ終わっていって結果が出てくるでしょ？で、まあ自分のもとにね、こう、合格しました、ダメでしたっていう連絡もものすごい数今いただいてて、本当にありがたい話なんですが、で、まあその中でも、まあ、落ちてしまって、まだ受験ね、前期落ちたら後期も残ってたりとかさ、まあ私立が第一志望やったんだけど受からなくて、これから公立なんです、みたいな子もたくさんいるんだけど、で、やっぱり落ち込むじゃないですか、受からないと。で、まあ、メールで返せる子には返したんだけど、全員は無理なのと、いやまあ、口で話した方が、伝わりやすいのかなと思って、今回は、まあ、そんな話をしていきます。気持ちの切り替え方ってとこね。けれど、先に言っておくと、まあ、自分は精神科医でも、そういうね、心理学の専門でもないので、これっていう、まあ、わからないです、正直。自分はそこに向かうサブテーマにも書きましたけど、高校受験、大学受験、両方とも前期落ちてます、俺。で、最後の後期で引っかかって受かった人間なので、まあその時どういうふうに考えてたかなっていうのを思い出して、まあ、ちょっと話していこうかなと思います。で、正直ね、今、まあある程度さ、結果が出て、日にちが経って気持ちが消化できてる状態だと、多分自分の話、俺の話も、少しはね、届くと思うんですけど、本当落ちたばっかりだったりとか、気持ちが本当切り替えられてない状態で聞いても、は？って思うだけかもしれない。だからもし、は？って思ったら、別には？って思われても全然自分は構わないので、まあそういう時期だしね。そういう心理状態だろうから、みんながね。特にうまくいかなかった子なんかは。なので、まあ、なんだろうな。嫌な気持ちにさせてしまうかもしれません。だから、であれば、そうなりたくないんだったら、ここでもう、なんだ、ブラウザバックしてもらって、切ってもらって構わないので、ちょっと聞く聞かないの判断はみんなに委ねますので、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうかね。で、まあさっきも言ったように落ちたわけですよ、自分は。そう。で、まあ、高校入試の時は、私立は一応滑り止めで受けてたので、まあ、公立ね、前期落ちて後期落ちたとしても行く高校はあったんですけど、ではまあ全然志望してない高校だったから、シリーズ、まあ、そこ行きたくなかったし、こいつ行きてえなと思ったしね、親にも迷惑かけるしなとかいろいろ考えてて。で、大学に関しては私立受かってましたけど、うちはもう私立は離れのために受けさせてもらっただけで、その、行くのはもう NG だったの。金銭的な理由でね。だからもし後期、自分は前ね、ダラダラジオにも話しましたけど、東京学芸大学っつうとこ行ってたんで、そこの後期受からなかったら、もうアウトだった。浪人、まあ、多分ね、予備校にも通わせてもらうのちょっと厳しかったろうからね。自宅浪人って言うんだけど、宅浪したりとか、するんやろなっていう、もう本当追い込まれてた、あの時は。で、正直、結果が出るじゃないですか。出て、で、受験なんで当然、全員が笑うことはできないわけだよ。倍率が割れてるとかね、全入する場合もあるけどさ。そうはうまくはいかないし、やっぱり、ね、倍率がある程度高くなっていけば、笑う人より泣く人の方が多くなるわけだ。そう。で、それは、ね、しょうがない事実だし、それが現実なわけだから。で、でもこう結果が出た時に、まあ、ものすごいショックで、俺は。で、しかもね、その高校に関して、高校受験ね、に関しては、受かるって言われたんだよ。結構学校の先生とかにも前期で。まあ、成績も足りてたし、落としたからね、俺ね。そう、一個。なんだ、いじめの関係でさ、ちょっと凶悪行きたくないなってなって、男子校に切り替えたからさ。そう、で、まあ大丈夫だろうって。ね。まあ、ハイチって本名じゃないけど、ハイチお前ら行けるからって言われてたんだけど、まあ、落ちまして、見事に。で、やっぱさ、ね、中学校3年生なんて、俺3月生まれだから14歳でしょ、まだ。誕生日来てなかったから。14、15歳じゃんか。まあ、大人の面も入ってるけど、もちろんそこまでさ、心が育ってるわけじゃないし、ね、そんなすぐには切り替えられないわけだよ。で、今思えば、子供だったなってすげえ思うんだけど、まあ、人のせいにするよね。そう。受かるって言ったじゃないですか、とか。いろんなこと思い出すんだよ。で、やっぱ当たりやすいのは家族だよね、一番ね。家族に当たると。そう。
ちょっとね、自分はちょっといろいろ家庭の事情もあって、それはあんまなかったけど、でもやっぱいろんな子を見てきて、家族に、あと人のせいにするよね。そう。現実を受け入れたくないからさ、そう、逃れるためにも人のせいにすると。で、ある程度さ、日にちが経ってそれを切り替えられればいいんだよ。それをね、ああ、まあ、なんだなって、もう、しょうがないって切り替えられればいいんだけど、まあ、そうもいかないわけですよ、なかなか。うん。で、それはもう個々の子供たちとか人によるからさ、この子はすぐ切り替えられる。この子は切り替えられない。いろいろあると思うんだけど。でも、全員に言えることだし、これ当たり前のこと言ってるだけなんで、ほんとちょっと申し訳ないんだけど、やるしかないんだよ、もう。残り後期。ね。で、もしかしたら私立を受けてなくて、本当に後期落ちたらなんもないみたいな。あとはあれだね。地域によっては、公立受験一発勝負とかもあるからさ、前期後期ないとこもあるんで、地域によっては。その一発落ちたらもう行くとこないよみたいな、定時制だよみたいな。そうで、心理的にすごい追い込まれるってる子もいると思うんだよね。俺も追い込まれてたからさ、あの時。けど、まあ、自分が高校受験の時はそんなに切り替えられなかったけどね。そう、全然もう子供だったから。でも大学受験の時はもうしょうがねえなって。で、いつも俺言ってるけど、受験っていうのは後悔しない受験がもうテーマなの。自分もそうだし、生徒に対してもそうだった。後悔をしてほしくない、とにかく。で、後悔しないためにはどうするかって、今できることを全力でやるしかないんだよね。うん。悩んでる時間なんてないんだよ、正直。でも悩むことが悪いとは思わない。悩んで考えて気持ちを切り替えて前に進むために悩むんだったらいいんだけど、人のせいにするとか何か理由を探すとか、例えば自分が病気なんじゃないかとか、いろいろあるわけだよ。もういろんな情報が入ってくるから、今。そう、ネット社会だからね。ネット調べればさ、わ、自分もしかしてこれじゃないとかやるわけだ、いろいろ。そう。なんかね、集中がね、できない病気とかもあるらしいの。で、記憶障害って言って、人よりも同じ勉強時間取って、勉強内容してるのに、他人よりも記憶が残らないっていうのもあるらしいんだ。ああ、それなんじゃないかな、とか。いや、わかるよ。めっちゃわかる。俺も調べたし。でも、たとえそれだとしても、もうしょうがないんだよね。時間ないし。って思って、俺大学受験の時、前期落ちて後期まで、まあ1ヶ月もなかったかな。あんまなかったけど、1ヶ月あるか。ちょっと汚い話すると、ちょっとノイローゼ気味になってね。そう、勉強で。普通に勉強机で座るじゃん。参考書見るじゃん。吐くんだよね。そう。まあ吐き気を催すって言い方すればかったね、今ね。そうそう。まあなんとかもう裸足入ったからさ。そう。ぐらいに追い込まれてたもん。見れないの。勉強机に座るとうってなるの。いや、今でも忘れない、あの時の感覚は。いや、そんだけ追い込まれてたんだろうなと。でもそっからでも切り替えられたからね、こんな俺でも。そう、病気かもしんねえ、人より劣ってるかもしんない、受かってる人が幸せに見えんだよね。特に今ツイッターとかあるからさ、 LINE とかあるから、グループ LINE とか入ってたらさ、みんな来るわけじゃん、見たくもない報告を。言い方悪いけどね、受かったよ、ありがとうみたいな。で、みんな多分優しいからさ、それにね、おめでとうって。私も頑張るからとか返すんだけど、いや、しんどいっしょ、内心。そんな言ってても。そう。で、例えばね、これね、すっげえ優しい子になると、友達のことをね、こう素直に祝福できなくて、あ、もう私最低みたいな。何なのって。受験も落ちて、友達もお祝いできなくて、クズじゃんみたいな。死んだ方がいいんじゃないみたいなことを思う子がいるんだ、普通にこうやって。いやね、そんなことないかんね。ちょっと話逸れましたけど。だから究極伝えたいのもやるしかないっていう。で、後悔しないためにもさっきは言ったように、今持てる全力。で、全力って決めるのは自分だからね。人と比べて人より頑張ってないっていうのが全力じゃないじゃないんだよ。人と比べることがいいこと、そうじゃないんだよ。自分と向き合った時に、どこまでできるって。あとみんなに何日残ってるかは分からない。最後の受験まで。まあ最後なのか、あと2回チャンスあるか分からないけどね。その子によって。おそらく学校の先生にも塾の先生にも親にも、やるしかないじゃんって言われてて、もう耳にタコができてると思うんだよ。こんなん言われても。そう。でもそれは真実だし。うん。で、まあ自分の場合はね、そうやって前期2回落ちて勉強のノイローゼになってみたいな。そうそうそう。まあ追い込まれたことがあったからさ、まあ多少は
伝わるものもあるかなと思って今回このテーマで話してんだけど、そうっていう感じかな。なので正直、まあ20日なのか1ヶ月30日か40日わからないけど、残り残ってるのがまあ多分1ヶ月はないかな。今日2月14日だもんね、今日ね。ないだろうから、まあ、あと20日ぐらいとして、20日ね、めちゃくちゃ飛躍的に伸びるかって言ったらそれは難しい。偏差値を10上げるとかね、20日でなかなか厳しいよね。でもさ、20日しかないと考えるのも1個だけど、20日もあるんだよね。どれだけ1日勉強時間かけれるかは分からない学校もあるだろうし、でも伸びるよね。努力次第で。おそらく勉強しててもいろんなこと考えると思う。特に家で勉強してて一人で戦ってたら、本当に嫌なことばっかり考えるんだよ。ネガティブなことばっかり。で、考えちゃうから集中できなくなるって悪循環に陥ると思うんだけど、泣いても笑っても、あと20日。まあ20日ってね、今決めちゃったけど。で、終わりだからもう。なので、まあ後悔しない、後悔しないっていうのばっか言っててさ、あれだけど、やりきったなって。きっと俺は思い出してるだけだから、あれだけど。今ね、その立場に置かれてるみんなのが何倍、何十倍、何百倍もきつい。それも分かって。分かってるけど、自分が納得する。20日しかなかったって。でも、この20日で自分と向き合って、自分のネガティブな気持ちと戦って、やりきったじゃんって。っていう気持ちで、後期受験か、まあ、最後の受験かわからないけど、に迎えた子は、その日にね、その日育って、そういう気持ちで受験会場に行けた子は、やっぱ違うよね。そこで結果がどうであれ。人の本質っつうのは、やっぱりしんどい時に出る。苦しい時に。調子がいい時っていうのは、やっぱり調子がいいんだよ。ポジティブに考えられるし。でも人は辛かったりしんどかったりするときに根が、なんだろう、字が出るというか根が出るというか、そう、素が出るかが正しいかと思うんだよね。だからこそ今しんどいみんなが踏ん張れたら、その経験っていうのはこの先の人生まだまだ長いからね、みんなこの先必ず生きてくる。あん時あれできたじゃんって、あんだけしんどかった中で頑張れたんだよ。じゃあまあみんながね、高校、大学、社会人になってから、働き始めてからわからないけど、しんどい時に思い出して、いや、あん時よりマシっしょ、いけるいけるみたいな感じに思い出して笑えたり、思い出して、その当時思い出して、今の自分に生かせたりするようになってもらえたらなと思います。だから正直今回テーマね、気持ちの切り替え方って書きましたけど、一つも言ってない。一つ気持ちの切り替え方なんて。だから聞いて損したと思うかもしれない。だから、あれだよ。こう、嫌な思いするかもって今話をしたんだけど、最初に。ね、あのブラッシュバックしてね、つって。でもそれしかないんだよね。俺がそれしかできなかったから。そう。切り替えたと思っても、勉強しても悩むよ。いいんだって悩むのは。うわ、切り替えられてないもんダメじゃん私とか思わなくていい、そんなこと。そんなに人は強くないから。でも、強くないのを認めて、そこで踏ん張れるかどうかは違うもん。あと少し、本当にあと少しだから。あの自分はね、本当動画上げたりとかここで喋ったりとかいうことしかできないんで、非常に歯がゆい。塾講師やってる時はさ、目の前でね、生徒と例えば二者面談して、もうさ、心の中で思ったこと全部出させて、スッキリさせてとかできるんだけど、それもできないから俺には今。だからこうやって一方的に話すことしかできないんだけど、これを聞いて、おっしゃって、しょうがねえ、もうここまで来たらしょうがねえよって、もう一丁、最後頑張るかって、ちょっとでも思ってもらえたら、嬉しいっす。っていう話でした。
で、まあ、この流れで話すのもあれなんですけど、最後ですね、自分の春にですね、まあ、4月、まあ、5月、4月、5月なんですが、そのあたりで、自分の参考書が出ます。はい。これツイッターでね、昨日、一昨日かに、ツイートしたんですけど、中学校1年生、中学校2年生の数学のみだけなんですけども、だからね、おそらく今聞いてくれてる方の中では対象じゃない方の方が多いとは思うんですが、自分の本当名前がついた、この YouTube の動画とかなりこう連動した参考書を出版できることとなりました。で、これをですね、ずっとここ数ヶ月やってまして、仕事メインで。そう。なかなかしんどかったんですが、ひとまずある形になりましたので、で、発売日とか、まあ、なんだろう、価格とか全然まだ決まってないんでわからないんですが、その、おいおいの情報を詳しく分かったら、まあ、ダラダラジオでもそうですし、まあ、一番はね、ツイッターが一番早いとは思うんですけど、まあ、そちらとかでも、ツイートさせてもらおうと思ってますので、もし、まあ、みんなはね、対象じゃなくなっちゃうかもしれないんですが、身近な方とか、まあ、後輩の方とかでもいいんですけど、ちょっとこう、拡散していただけるとありがたいです。はい。まあ、参考書の出版に関しては、塾講師の時からずっと夢に思ってたことなので、まだね、本当2科目だけ、2科目じゃねえや、2学年1科目だけと、すごい小さい規模ではありますけど、一つの夢が叶ったということで、まあ、でもこれはまだ通過点だからね、そう、通過点だし、おそらく、ね、まだまだこの、本当に弱小の、全然ね、そんな知名度のない、まだ YouTuber なので、全然、ね、なんだろう、本として評価してもらえるとは思ってないですけど、でもこれを通過点でさらに高めにいけるように自分も頑張りますんで、はい、なんか最後ね取ってつけてみたいな感じになっちゃいましたけど、しつこくなりますが、あともう少しです、もう少しで終わりっすもん。なのでみんなが受験が終わった時にやりきったと思ってもらえるような勉強を、最後ラストスパートをやってもらえたらと思います。はい。ではちょっと長くなってしまいましたが、今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はね、ちょっとまだテーマ決まってないですが、また何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。